おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日はですね11時半からスタートとなります。今日は令和5年1月8日ですか。そうだ、今日そう奈くんの、モテ作コンサルコーナーをご利用いただくという回なんですけど、朝8時予約だったのが夜になりまして、で、ちょっとね先ほどまで娘の水泳のスイミングスクールの練習の見学に行ったりしていました。はい、ということで砂塚森忠さんおはようございます。森本茜さんおはようございます。森本善くんおはようございます。山本健太さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。あ、もう来てくれた、ありがとうございます。平井修華さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。今日はね楽しみにしております。明さんだ、明さん、昨日のねサタデーナイトミーティング の感想をおっしゃってましたけどね、やっぱり砂塚さんとか、まあ、基礎を徹底してる人の話はあれ、誰が言うかが本当に重要でその基礎が大事ですと、まずずっと最初からこの2年半にわたってオンラインスクール、走る学校のオンラインスクールではね、とにかく基礎が大事ですと、まあ、これ何事でもそうなんですけど、まあ、スプリントでも基礎が大事です。要するに体を片足で支えられるかどうかから全てが始まるんで、そこをとにかく徹底しましょうってずっと2年半和田健一が言ってきたことなんですよ。まあ、それ以外のこといろいろそのあるんで、でそれで成果も出るフェーズがあったりするんで、まあそれはそれでいいんですけど、とにかく2年半あの人は片足立ちをずっと言ってたわけです。でみんなそのなんていうのかな、疑ってたわけじゃなくて、みんなちゃんとそれに従って成果を出してきたっていう面もありつつ、まあそれぞれのドリルをこうやりながらちょっとずつ先に進んで、また元に戻ってっていうことを繰り返しているんですけど、まあ、砂塚さんみたいにさ、もともとなんていうかな、フィジカルレベルが高くて、競技もやってきた人で、んでそのずっとちゃんと基礎もやった上で、もう砂塚さんも入って1年半ぐらい経つんですかね。それで、いやそれでもやっぱやっぱりベースポジションなんですよっていう話ですよね。それでも、形だけベースポジションをやれちゃうんですけど、まあ、本質を本当に自分の体に落とし込むまではできちゃってるのと、意図して自分の体を筋肉の一本一本までコントロールして、形を作るのとではもうなんていうか、なんていうんですかね、根本的に違うんですよね。でその域に到達するっていうのは本当になんかそのプロセスをずっと見せていた人の説得力っていうのは別にあって、砂塚さんってさ、もうとにかく毎日ずっとやってることはみんな知ってるから、やってるその姿はこうみんな知った上で、1年半経った上で一言同じことを言うっていうだけで、なんていうかね、もう
重さっつったらちょっとあれなんですけど、語弊があるかな、なんていうんですかね、砂塚さんの言葉でしか受け取れない、真実に、あ、やっぱり真実なんだっていう説得力ね。そして、和田健一も2年半同じこと言ってたのに、でそれを全然僕らは疑ってたつもりはもう何にもないんだけど、やっぱりその重層的にちゃんとこう同じことを全然違うこうプロセスをたどってきた人が何度も言うっていうのは、すごく必要なんですよ。で、じゃあ砂塚さんが昨日のサタデーナイトミーティングでおっしゃってたことにこう、アキラさんが感銘を受けたとかっていうのは、その言葉が素晴らしかったっていうのもあるんですけれども、砂塚さんが1年間ずっと積み上げてきたことを、トレーニングの様子をもう粛々と誰よりも積み上げているわけじゃないですか。でハードとかそういうことじゃなくて、なんていうのかな、もっとなんていうか難しいこととか、やれそうでやれないことに対する面白みみたいなものに目が移るんですよ普通ね。だけど粛々とやり続けて、そのこうもうなんていうか、そこの実績ってでかいんですね。やっぱりそれを踏まえた上でのあの言葉だから、アキラさんには響いてるんじゃないかなと思ったんですよね。そうですね、なんかそれはすごい、昨日あれはただの走りのトレーニングっていう話ではなくて、これ全てのことに言えるなと思ったんですよ。誰のこう、誰が見てるわけでもないとか、誰に見せるわけでもない、誰に評価されるためでもないけれども、記録して残しておく。で残しておくものは、じゃあ面白いものとか目新しいのかとか、トリッキーなのとか、なんていうのかな、やってるその最中にどれほどの意味があるかはわからないような、すっげー地味な基本とか、そういうものですよね。でそれこそが結果的に一番の凄みを生み出すっていうことは、こう全てに言えんじゃないかなと、まあ全ての努力に対してそれが言えるんじゃないかなっていうね。まあ努力じゃなくてもいいんだけど、なんかこうそのこの1週間ずっとその何気ない何でもないことも全部記録して残しておこうっていう話を割と一貫して言ってきた気がするので、それにすごく沿った話だなって思ったんですよね。まあそのこれは僕らがね、サロン内でみんなでこうやってる音声配信とかもそうだし、なんてことはないし、誰が聞いてるか聞いて意味があるのかとかってふわふわしながら、とにかく言葉を絞り出しては残して記録して積み上げているわけですよ。でこれ今の現時点では価値がわからないものがずっと積み上がっていった時に、まあある日何かがその積み上げてきた結果、あこれそのここに当てはまるんじゃないってこうポロッと口にする機会が出てきて、こうだと思うんですよって一言例えば言って、その一言にあ確かにそれ真理ですね、説得力ありますねって思われるためには、その前にずっと積み上げて記録して残しているっていう事実があるかないかはめちゃくちゃでかいんですよね。
で、これはその砂塚さんのベースポジションにそのまま当てはまってて、すっごい似てる話だときっとね、思ったんですよね。だからそのなんか別に音声配信続けなきゃいけないわけでもないし、まあこの僕の条例もそうなんですけどやんなきゃいけないわけじゃないけど、やった方がいい、やりたいな、続けたいなと思って始めて、やってみて、でも途中でなんかそのそうだな、これ意味あるかなとか意味ないかなとか、今日はなんか何もなかったなとか、そうなる日もやるかやらないかのこう境目の時に、俺はこう常に砂塚さんのベースポジションのインスタ投稿を思い出そうと思いましたねあそこを思い出せば続けられるなと思いましたよ、そしてまあ別にそのなんだろうな、説得力のある一言を言うために続けるわけでもないけれども、やっぱり、いつか何かの価値に昇華されるみたいなことっていうのをこう昨日のサタデーナイトミーティングのアキラさんのこう反応はやっぱりその示していたと思うんですよね。でまあそのそれこそね、サタデーナイトミーティングだって、橋本がこのサタデーナイトミーティングだって別にやったってやらなくたっていい状態でずっとやってたんですよね、正直言って別に誰に頼まれたわけでもなく自習室としてやってたんですよね、あれももともとは。だからあってもなくても本当はいいんですよ、走りの学校のオンラインスクールのサービスとして、なんか最初からこうこれがありますってお約束していたかっていうと別にそういうものじゃなかったんです。なんとなく始まって、なんとなく途切れそうになったけれども、途中途切れそうになった時もなんかこう清水さんとかずっと来てたし、まあそれをこうなんか僕もなんか司会をやろう、俺がつなぐんだみたいな別に全然思ってなかったんですけど、やりたくてやってたわけですけど、でも積み上げた結果あれはなんかそのオンラインスクールの中の一つの文化として根付いて、やっぱりこういう風に集まるのなんだかんだ言って、そのそんな人数多くない時もあるけどやっぱ大事なのかなって、まあ思うように徐々になっていったんですよ。それがこう共通認識になっていったんですね、徐々にね。あれもだから結局やってる当時はなんとなく続いている当時はただの自習室でなんていうかだべってたみたいな部室になんとなく暇だから集まってだべってたみたいな感じの期間もあったんですけど、でそれが毎回毎回その素晴らしいメッセージであるとか、毎回毎回そのためになる、知識をシェアしたりとかってやってたわけじゃないんですけど、でもまあそれでもなんかこう粛々と続けて積み上げていたら、気づいたらなんかすごくなんかこうみんなが登って楽しめる舞台に仕上がってて、これはなんかやっぱり維持した方がいいねってみんなが思うように徐々に結果的になっていってっていうことなんですよね。だからあれもなんかその意味あるかないかわかんないけど続けていたら結果意味が生まれてしまった、価値が出来上がっちゃったっていう、そういう感じのものですね、まあそのスプリントにおけるベースポジションみたいなのはもう最初から意味が分かっていて、っていうものですけど、嘘じゃない、それこそ個々人の何気ない発信みたいなものも積み上げてプロセスを公開して公にして示しておきながら、見てるか見られてるか反響があるかないか全然気にしない領域で
ただ自分で残して自分だけがそれを認めているということが大事なんですよね。なんかね。で、そう積み上げたものだけからなんかこの、積み上がったものの上に一番最後にこう絞り出される割とシンプルな言葉、当たり前で最初から分かっていたことなんだけど、やっぱりこうでした。続けて積み上げて、やりきった後、やっぱりこれなんですよって言った時の言葉は全くそのなんていうんですかね、重みが違うって言ったら、まあ、いわゆる重みが違うなのかもしれないし、凄みみたいなものかもしれないし、説得力かもしれないし、場合によってはなんかすごく大きな価値に昇華されたりするっていうね、なんかそういうことなのかなと思いましたよね。だからアキラさんのどうでもいい話が、どうでもいい話は延々積み上げていったらどうでもよくないものになっていくっていうね、えらいものになっていく可能性があるわけですよ。これわかんないよね。毎回毎回どうでもいい話はようこそっつって、まあその本当にまあ些細なささやかなエピソードトークやって、でははってなるのを積み上げていったら何が生まれるのか全く見えないですけど、でもなあれたくさん集まったら何になるんでしょうね。でもあんなことやったことある人いないからさ、すっげえ面白い気がするんですよね。何が出来上がるか分かんないけど、どんな桜田ファミリアになるかは全くその設計図を描いた人がいるわけじゃないから分かんないんだけど、積み上がってることは間違いないからさ、なんかこんなもの作ったのが誰か、ある一人の人間がみたいなことになるかもしれないよねっていう、っていうのは思いましたね。そうだってやっぱりさ、小学4年生の10歳の一生懸命頑張ってる少年がさ、憧れて真似してくれるわけだから、やっぱ意味あんだよねきっとね。こんな大人いいなって思ってるわけじゃん。話の中身云々じゃなくて、どうでもいい話でようこそで真似された時ね、俺はなんかやっぱ大人素敵だよなっていうね、思ってる感じが伝わってくるわけよ。善くんとかがさ、こう真似して、昨日もさ、昨日の善くんの聞きました、もう一回オムニバスで周平さんのも友人さんのも俺のも綺麗にパクられて、うまいなお前、俺よりスルスル喋ってるよみたいな。だから善があまりにも綺麗に俺のこう出だしのフレーズを完コピーしてきたんで、ちょっと変えました。学会を運営したりしているっていうところはですね、 DMM オンラインサロンでモテッコ作海空研究所を運営したりしておりますっていうところに昨日変えました。ちょっと長くしてむずくしてやったっていうね。これでちょっとね、また難易度上がりましたよ全く。真似れるもんなら真似てみてください。はい、いや自分でもちょっと噛むか噛まないかのギリギリな感じで、うわちょっと長くなったなっていう思いながら昨日スタイフ喋りましたけど。はい、面白いですね。なんかだから積み上げていくと自然とまあパクられるみたいなのをこう繰り返しながら、じゃあちょっとこういうアレンジどうみたいな、そのジャズのセッションに近いんかな、そのアレンジ加えて、往復しながらやり取りしながら、あこれもいいねみたいな、このノリの方が良くない、往復で自然とアレンジが生まれていくとかいう感じっていうか、無理にひねってるわけじゃなくて、このなんかね、なんていうのかな、言葉の往復があるだけで、
本当精神衛生上いいなって思うんですよね。昨日僕がスタイフの話ではストレス脳っていう本を読んで、あ、脳みそにストレスをかけるのは運動不足と孤独なのかというね、すごいシンプルな話を改めて読んで、それそうだよなと思ったんだけど、特に気になったのがやっぱ孤独ですよね。孤独の与える害悪がえげつないんですよ。もうそこに書かれてる話がね、癌が何十パーセントも増えるとかさ、感染症にかかりやすいとかさ、循環器疾患になっちゃうとか、あとなんだ糖尿病とかもあったかな。まあとにかくさ、全部軒並み数パーセントとかいうレベルじゃない、ちょっとは優位に増えちゃうよとかいう話じゃないんですけど、もうえげつない健康被害をもたらすんですよね、孤独が。ねえ、じゃあ孤独じゃん、その一人で自立して自分一人でもちゃんとやれるっていうことと同時に、孤独じゃない、ちゃんとこう絆を感じて自分の仲間を一緒にいない時でもそばに感じて生きている時間をこうちゃんと確保するっていうかさ、それが絶対的にその、精神衛生上なんとなくとかっていう話じゃなくて、健康維持において土台みたいなもんなんだなっていうぐらい、すごく根本的に重要なことで、そこに寄与する活動を僕らはしてんだなっていうことをね、こうなんか大げさな話にわざわざしてる気もしますけど、でもなんかその意味本当にあるなって思ったんだよね。その善くんが自分の日常を喋る、でその日常を聞いた僕らはそれに対してなんていうか、どんな反応でもいいんだけど、何か思い浮かべて善くんがこう言ったことに対して他人事ではない何かしらの感情を抱いて、それについてもう一回触れ直すってなると、これ孤独感ほぼ完全に消え去るんですよ。だからその聞いて役に立つとかじゃなくて、コミュニケーションとして往復するっていうデザインがちゃんと設計されているところに、これはオンラインだろうがオフラインだろうが、なんかそういう仕掛けが自分の生活にちゃんと一日一個組み込まれていれば、孤独に対しての心配というか不安というか、脳みそにかかるストレスは考えなくてよくなるので、あとはじゃあ好きな運動すりゃいいっていう話になって散歩でもいいし、走るでもいいし、野球したければ野球すればいいし、ゴルフしたければゴルフすればよいという、そこだけになるんですよね。でそれは仕事上を体を動かす人はもなおいいと思うんですけど、だから体さえ動かして、フィジカルのケアだけちゃんとすれば、でそのあんまりその先のことをなんだかんだと案じたり不安に思うような要素を思うよりは、とにかく今この瞬間に誰を感じてるかっていうところだけに集中していれば、仕事もそうだし、趣味もそうだし、人間関係一般においても結局そうですよね。なんか変に自分の頭の中で小難しくして変にストレスを自分で自分にかけて、結果目の前の割とシンプルなことをできなくしちゃうっていうことが極力減ってくよねっていう、そういう、めちゃくちゃいい本だったですよね。なんかその昨日本当にすっきりしたんですよ、昨日のストレス脳っていう本の話はね。めちゃくちゃこうなんか本っていろいろありますけど、知識を学んでその
複雑なより難しいことをできるようになるっていう成長につながる本もあるしけど、なんか今までいろいろああだこうだとこうたくさん知識だとかノウハウだとかスキルだとかっていうのが積み上がってきたのをこう全部すごくシンプルな軸でストンともう一回こう突き刺し直すみたいな感じのがね、たまにね欲しくなるんですよね。まあそれは本当に基礎に立ち返るっていうのもそうなのかもしれないけどね。なんかそれはすごく改めて昨日はね強く感じましたね。なんかそれと同時に今日ね、なんか奈緒くんと夜8時になりましたけど、奈緒くんの大学1年生を振り返る。まあ、まずファクトとして何があったか、事実経過として1年間に何があったか、それまあ僕とは橋の学校で出会ってこういうことがあったよねって、僕にはその記憶と事実しか見てないけど、実際には奈緒君には日体大の大学生として、まあさまざまな大学生活におけることが多々あって、で野球なら野球であるだろうし、まあ当然授業もあるわけだから、たくさんの事実が起こっているのをただただまずファクトを並べた上で、なんか共通したものを見つけて抽象化するっていうのがあったら面白いですし、まあいくつか抽象化してこう抜き出された浅戸直ってこのキーワードとこのキーワードでこう割と形作られていって、それが今につながってるねみたいなことがあれば、例えば抽象化した後に今度具体的に未来に転用するには、こっちのベクトルがいいんじゃないっていう、なんかそういう展開がこうなんかね、もう喋る前から見えてるんですよね。 なんでかわかんないけど、それがすごく楽しみですね。まあ、今回はね、Google Meet でまずゆっくり喋ってというか、奈緒くんの話聞いて、聞いた上で単純にこう素朴に思い浮かんだことを僕が質問するだけのオンラインミーティングで、それをただただそのまま録画して、それを後からこう眺めて何を思うか次第で、次のベクトルをもう一回考え直すみたいな、なんかそういう最初の回なんでね、あんまりその足をこうしようってこう細かく考えてもるわけじゃないんですけど、まあでもなんていうか、奈緒くんとゆっくり喋んのっていうのはどうなんだろうな、久しぶりっちゃ久しぶりかな。会ってないわけじゃないんですけどね。でまあちょこ年末に会いましたかね、12月に1回会ったよね。でそんな別に短い時間でもなかったんで、そこそこのこと喋ってるんだけど、まあそうだな、なんかやっぱり落ち着いてこのテーマでこの時期だけに絞って、ゆっくり聞くっていうのは、ひょっとしたら初めてかもしれないな、初めてかもしれないですね。その初回に、それこそ2020年の秋に、新横浜公園で僕は延々奈緒君と6時間ぐらい喋ってっていう話をね、奈緒君もスタイフで言ってたと思うんだけど、その時はね、別に何ていうの、彼の話をゆっくり僕が聞くとかっていう話では実はなくて、そうじゃなくて、僕はまあただただこの人何なんだろうなっていうものすごい興味があったんですよ。
どういう仕掛けっていうね、そのわ かりますかね。だからまあ直くんからしたらじっくり聞いてくれたっていう感覚だったというふうに言ってましたけど、僕は聞いてあげようとか全然思ってないんですよ面白いやつだなっていう感じです。で、そのスイスイ出てくる言葉にはあんまり興味がなくてですね、それはその言わなくてもほぼ見えてる、外側にも出ちゃってて見えててはっきりしているんで、そこまで聞く必要がなくて、なんか本人も自分で、どうやら言語化していない、なんだったら一部忘れていたりする、なんでこうなったのかも本人すらもあまりこう道筋がちょっとあやふやだったりするみたいなことがあって、でもどうやら今目の前にいる佐藤直くんが なんかすごい俺にとって興味深かったわけですけど、でその興味深さの一端につながってることのような気がするんだけど、これどういうことなのっていう、なんていうか純粋な興味でほじくり返してるみたいな感じでしたね、僕の感覚はね。直くんの話を6時間ぐらい聞いてたっていうのは、で直くんは直くんですごい40歳のおじさんが俺なんかの話をゆっくりこんなにじっくり聞いてくださったみたいな感覚になったんでしょうね。だからすごいお互いウィンウィンだったんですよ多分ね。だから6時間喋っててもめちゃくちゃこうなんていうか長いと思わなかったですし、なんか尽きなかったんですよねあの日はね、喋ってて、なんかそのあの日ずっと公園のベンチで僕と二人でさ20歳と45歳が延々喋ってんだけどっていう光景が今でも思い出されるんですけど、まあ異常ですよねよく考えたらね、客観的に見るとね、ほんとそれぐらい興味深かったんですよね純粋にね。それからまあ3年経ってですね、もう結構なことを直くんから聞いて、興味の範囲に関しては割と彼が言語がどんどん上手になったっていうのもあるんですけど、でもスタイフも始めたし、どんどん発信するようになって、まあ僕からするとその研究はかなり進んでるわけなんですけどあえてもう一回2020年のところに振り返って、実はファクトはどうだったを整理し直すっていう話ですよね。非常に楽しみですね、非常に楽しみです今日はちょっと僕の話ばっかりしちゃったな、はい、ですがまあ後日ね、南君の自叙伝の対談動画という形になるのかわかんないですけど、まあ、もちろんアーカイブはね、公開サロン内でシェアしていくので、皆さんもね楽しみにしててもらえたらなと思いますね。まあその昨日ね研究の議論の途中経過みたいなのを公開するとか、もっとシェアできたらいいなみたいな話をした時に、まあ、砂塚さんとか友人さんとか割とそのコメント欄でね、あ、やっぱり理解あるというか価値を共有できているなぁと思うそのコメントをいただきましたけど、もっとその通りなんですよねそれコメント欄に書かれていることはもう全てもうよ多分やっぱりみんな同じことを考えてるし、どっかその出すに出せないけど今のところあんまりコンセンサスに至っていないけど、そこに本当はそうした方がいいみたいなところを共有できてるんだなっていうのは
お二人のコメントにはすごく強く感じましたし、なんかあのテーマはやっぱりちょっとサロン、このモテキ工作海空研究所内でなら一歩実現に近いところに、進められる感触を得ましたね。なんかね、うん、それをもうその第一歩に直くんとの今日の話が布石になるのかもしれないですね、うん、とか思ったりしました。ということで皆様、今日も一日誰と笑いますでしょうか。今日も残り、皆様も良き一日をお過ごしくださいませ。それではじゃあね、ユージンさんありがとうございます、アキラさんもありがとうございます。